ミサイル巡洋艦。タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦の21番艦。艦名は、南北戦争のシャイローの戦いにちなむ。イージュスシステムの BMD3.6 を搭載する、ミサイル防衛大王艦の一隻である。1996年9月3日。 カールビンソン戦闘軍に所属していたシャイローはデザートストライク作戦でイラクに対し14発のトマホーク巡航ミサイルを発射した。2002年7月、シャイローはイラクの自由作戦で再びトマホークを発射した。2003年4月25日にシャイローは母校であるカリフォルニア州のサンディエゴに帰島した。2005年1月、シャイローは 前年のスマトラ島沖地震の救援活動に参加した。2006年6月22日の実験での RIM-161SM-3 発射の瞬間2006年6月22日、ハワイ沖合にて、シャイローはスタンダードミサイル SM-3 による弾道ミサイルの迎撃実験に成功した。この試験は BMD3.6 によって行われた。 最初の迎撃テストでもあった。またこの迎撃試験には海上自衛隊が初参加し、イージス護衛艦切島がカウアイ島の太平洋ミサイル死射場から打ち上げられた標的ミサイルのレーダー追跡試験を行っている。2006年7月初頭、米海軍はシャイローを横須賀基地へ移動すると発表した。これは 同時期に発生した北朝鮮ミサイル連続発射事件に対する対抗措置と見られているが、6月末にはすでに配備が決定していたようである。8月29日、シャイローは RIM-161SM-3 搭載艦として初めて横須賀基地へ配備された。入港式典にはドナルド・ウィンター海軍長官が出席し、 日米同盟におけるミサイル防衛の意義を強調した。2012年10月14日、オーストラリア海軍のアデレード級フリゲートシドニーや、シンガポール海軍のエンデュアランス級揚陸艦、パーシステンスとともに、平成24年度海上自衛隊観艦,艦式に参加。国際観艦,艦式を除き、自衛隊の観艦,艦式に参加した初めての外国艦となった。2012年12月、 北朝鮮は人工衛星と称する弾道ミサイルの発射を予告する。これに対し米国海軍は航海に艦艇を展開させ不測の事態に備えた。シャイローは DDG-56 上エスマケインと共に先行の2隻に続いて追加派遣され、ミサイル発射予告の初日にあたる12月10日までに当該海域に配備された。北海上自衛隊から イージス艦3隻、大韓民国海軍から2隻を加えた10隻体制で、望む。ミサイルは、同月12日に発射された。2017年6月8日、沖縄の東の沖を航海中に、可視艦1人が行方不明になった。その後、米国海軍と海上自衛隊及び海上保安庁が捜索したが発見できず捜索は11日に中止された。しかし、 米国海軍は15日、シカ館が館内で生きて発見されたと発表した。ありがとうございます。